角谷の民山窯、うん、民山窯、あほんま民山窯、江戸時代、江戸時代で、あの調べたらすぐ出ます。角谷って窯でよく聞くんですけど、うん、それ江戸時代は伊万里じゃない、うん、ではないじゃないですか、そういう窯が。なんで角谷って窯で、そのなんか吉田とか、吉田屋やとか、やっぱね、誰かわかる、宮本窯。すごいのが見れそう。これが吉田屋。これあの展示会出して。展示会。大聖寺の九谷焼美術館の展示会で。大聖寺の九谷焼美術館に出されたんですか。これ吉田屋ですね。ジャムおじさん。ジャムおじさんはね、意外と簡単の。ほぼアンパンマンだ。アンパンマンだ。あ、そっか。顔一緒だ。かけてるかけてる。あ、吉田屋っていうのはもう江戸時代に。江戸後期。江戸後期。スリーブパンダ。若杉窯とかね。誰でしょうか。はいはい。これ若杉。これ若杉。これ若杉。カレーパンマンはわかるけど、真ん中誰でしょうか。お茶わかったもんな。お茶わかりました。そう。クリームパンダと。グーチョキパーのグーやんな。グーチョキパーのグーでパンってくれよ。わ、すごい。そっか、そっか。でも、なっちゃってかけるのすごいやん。これさっき、すごいやん。Facebook 載ってましたね。そう。誰か。ああ、さっき朝一番にとあのよく来る人と取りに行って、はい、出してたの。あの方、山下さんつって。あの、Facebook で繋がってるんですけど、一度もお会いしたことないんですけど。ここも向こうも来ますよ。よく来られてるでしょ。時間帯がね、向こうが早いんですよ。すごい朝一来られてますよね。今は、IT の仕事来たんじゃないかなと思う。いつも、だいたい、全部こっから撮っていい。行かはるとこ、一緒やなと思って。本当やな、映っちゃうな。もう上げてました。上がってました。はい。寿司は寿司の専門の。振り出しって何ですか。振り出しってあのお茶で使うやつですね。これらはみんな、あの普通のお茶席でお菓子食べるじゃん。基本的にはそうですね。はい、まあ有名な方もそうでもない方もいらっしゃいますけど、はい、あのでここにコンテンツ、まあ、もちろん影響はコンテンツってわかります。はいはいはい、あれを入れてあれをお菓子代わりに使うのに、あれを振り出しに入れて使うんですよ。これで45,000円。45,000円。袋も日に日に増えてる。もう全部入る。2000円。病床率も 40%。 ああ、蓋付きいいですね。いいんだ、なかなかな、蓋がななくなるんですよね、やっぱり。なんで昔の人は蓋だけよく作らんやろ。これあれ、なんか万竜さんいないですか。あ、いないな。いいやろ。これ持ってるんですよ、同じ、うん、それでも、これは 何用やろ。花瓶ですか。何やろ。これおいくらですか。それで3,000円。3,000円。うん、安い。それは安い。安いですね。ちなみにこのとっくりは2,000円。あ、2,000円ですか。うん、一本な。はいはい。
こい。裏も見て、これ A ランとかだんだん。そうね、A ランクバージョン。バージョンの。だから向こうの一級見るけど、ランキング。A ランク、A ランク。ちょっと適当に何か。適当なもん。A ランク自身が。自身の。何ていうの、いやそうじゃない、その、腕が悪いから。いやいや、それわざわざ小さくあんた、どぶろやんやろ。うん、そやだから、こんな時期やくてんのもあんた10年早かったんじゃろ。いや、エラーにしたわけ。うん、そやで、どっちにしたってこれあれやろ、幕末明治のもんやろ。うん、うん、2枚で3000年前に年代だ。こっくりこっくりこっくりやな、ね。Thank you.
ビビラックみたいな。ちゃん、これいくらですか？Thank you.